クラウンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、前回ですね、危うく自転車と衝突しそうになりました。出会い頭ね、一方通行だったんですけども、交差点の右側にね、入り口のあたりにハイエース、大きな壁のようなハイエースがね止まっておりまして、その陰から、自転車のお姉さんがね、出てきました。あ、危なかったですね。そうですね、当たらなくてよかったんですけれども、改めてですね、この駐車違反、駐停車違反、これについてねちょっと考えてみたいと思います。これ一方通行なんですが、自転車、コメントでご指摘いただいたんですが、一方通行の標識の下に軽車両は除くって書いてあるところがあるんですが、自転車って軽車両で一方通行関係ないですかね。すいません申し訳ございませんでした。はい、ですからこれ一方通行、逆行逆行でこう T 字路をね私の方に曲がってきたわけではなかったようですね。これは非がなかったということで、それからですね、交差点端から5メートル前後は駐車も停車も禁止、危険区域となっておりますね。はい、ですからこのハイエース、もし5メートル以内であれば駐停車禁止のところに止まってるので、過失割合も発生してくるんじゃないかっていうことですね。でもこの画像を見る限りではですね、後でねドラレコをちょっと検証してみたんですけれども、交差点、どうだろうね、微妙ですね。5メートル以上あるかもわからないですね。車1台分ぐらいちょっと手前に止まってましたのでね、車が約、まあ、クラウンで 4.7 ですから、5メートルぐらいなんですが、車1台止まれるかなって感じなんですけど、これ測ってみなきゃわかんないですよね。はい、そんな感じですね。でまたですね、例えばバス停も駐停車禁止なんですね。バス停でバス停の標識っていうんですか、バス停のね標識から、前後10メートル以内は駐車も停車も禁止。それからですね、工事現場、この前後は、端から前後5メートルは駐車禁止なんですね。それから、踏切なんかの場合はですね、踏切の前後10メートルですね、やっぱり危険なんでしょうね。10メートルは駐車も停車も禁止ということになっておりますね。はい、そのあたりね、再確認していただいてですね、駐停車の位置、まあ、ちょっとだけっていうのはちょっとダメなんですね。停車っていうのはね、駐車も停車も。あ、それからね、人のガレージの入り口、の端から3メートル以内、これもダメですよ、駐車禁止なんですね。万が一そこで何か事故があった時には、責任が問われますのでね。はい。